はい、じゃあ先ほどまではウガンダで JICA 海外協力隊としてどういう業務を行ってきたかみたいなところをお話しいただいたかなと思って、はい、ちょっと次生活面でのお話したいなと思ってまして、はい、川崎さんがどういう生活をウガンダでされてたのかっていうのを聞きたいんですけど、はい、どんな感じなんですかね。朝6時半に子供が起こしに来るんですね、近所の子供たちが、はい、で大体それぐらいに起きます。ほんで水汲みに行ったり洗濯をしたりして、まあ、午前中を過ごしてバイクに乗って村々を巡回したりしてたんですけど、活動に行くのは午後が多かったかなと思います、うん、で午後から日が暮れるまで何かをやってたりとかっていう感じで、暮らしで言うと一番きつかったのは水汲みで僕の家は水道と電気とガスがそんな整っていない家だったので、往復 2.8 キロやばいですけど、歩いて水汲みをしてましたなるほど、暮らしを。実際じゃあもう家の建物はあるものの水道もない、うん、ない電気も不安定、電気も不安定、はい、ガスはもちろんない、うん、もちろんないです、はい、どうやって過ごしてたんですかっていう話になるんですけどね、まあ、でも住めば都で1ヶ月ぐらいしてくると、ウガンダは結構標高が高い国なので朝晩涼しいんですね。気候がかなりいい分そういうストレスがまずないのと、自然しかない場所だったので空気も綺麗だし、まあ、何より子供たちが可愛かったのでそれが本当に癒しで、もうそれ以外が霞むぐらい贅沢な暮らしをしてたと自分では思ってます。何か問題が起きるってこともほとんどなかったので、うんうん、村の人たちともすごい仲良く過ごしてましたし、はい、僕自身は今戻れるんであれば戻りたいぐらい楽しかったですちょっとネット環境がありますね。まあまあネット環境は悪いんで今やってるような仕事は向こうではできないと思いますけど、うんうんうん、すごい楽しかったです。実際ウガンダで2年間 JICA 海外協力隊として参加されてた背景だと思うんですけど、JICA、はいはい、海外協力隊に参加する前と参加した後で自分の成長とかってありましたか？はい、よくこう何をその2年間で得たかって聞かれるので決まって答えてることがあるんですけど、まあ、分かりやすく力がついたなって思うことは観察力、うん、人の顔を見て言語がなかなか通じないところから始まってるので、人の表情とか素振りとかそういうのをよく見てある程度の判断材料を持った上で質問をぶつけて、それをまた観察していくみたいな、その人を見る目って言ったらすごい偉そうなんですけど、よく見るということについてはすごい力がついたのかなと思います、うん、でそれをどう描写するか、これはあの今の仕事にも生きてるなとか感じるのが、自分が感じたことをいかに正確に伝えるかっていうその言語化の部分で、3つ目はコミュニケーションですかね。相手の言葉をしっかりとよく聞いて、これ全部リンクしてるような気がするんですけど、対話をするっていうことはウガンダに2年間行ったことで得た力かなと感じてます、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあそれが今に生きている、めちゃくちゃ生きてますところなんですね、はい、うん、ちなみに視覚的な部分を言語化するっていうのってどういうところでよくあったんですか？なんか JICA 海外協力隊に2年間行っててそういうケースがいっぱいあった感じなんですかね。は現地で感じたことを、写真ってやっぱり撮ったら記録には残るんですけど、その時の感情って思い出せないもんじゃないですか、うん、1週間前触れたものを正確にその表現を今の心の中で再現するってできないって、それを強く感じてたので、ブログとかにすごい、うん、当時の思いを書き綴ったんですね。そういうことですね。で活動とか普段の暮らしから感じるウガンダの色彩の豊かさとか感情の話とかをアフリカに足を運んだことない人に伝えるって結構難しい、なんか独特な国だったので、はい、それをじゃあ自分の言葉でどう伝えるかって言った時に、知的な表現になることもあれば、ものすごい長文になることもありましたけど、そこで培えたような気がします、うん、あと2年間通じて Facebook かなり頻繁に更新したので見てくれてる人たちがたくさんいたので、うん、そこで養えたのかなって感じます。ありがとうございます。実際どうですか、ブログとか2年間の中で書かれていて、それを見ている方がアフリカに興味を持ったりだとか、アフリカの印象変わったりとか、そういう影響ってありました？はい、あったと思います。帰国した後滋賀県の彦根市という場所でウガンダで撮影した写真を展示する展示会をしたんですけど、結構遠くからいろんな人たちが来てくれて、あ、そうなんですね、まあ、あの生で見たかったんだとか、2年間ずっと応援してたよとか、はい、ウガンダっていうワードを聞いた時にすごい親近感を得るようになったっていう声をいろんな人がかけてくれたので、うんうん、それは肌で感じてますね。なるほど、はい、それすごいですね。嬉しかったです、はい、実際じゃあ総合的に見て2年間川崎さんがウガンダに行って良かったですか？良かったです。もう一回人生やり直せるのであればもう一回行きたいぐらい、後悔も何もない幸せな充実した2年間でした生活面でも成長でき、はい、自分のキャリアとしても成長できた、そうだったと思います。ありがとうございます、はい、ちょっともう一点川崎さんにお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、JICA 海外協力隊、昔で言う青年海外協力隊って新卒でそのまま協力隊に進む人たちってそんなに多くなかったりもするんですけど、はい、かつそういう人たちって何ができるのみたいなところもあると思うんですね、はい、でそういったところに関して、まあ
川崎さんも新卒で協力隊に行かれたっていうバックグラウンドあると思うので、はい、そこについてちょっとどうお考えなのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます、はい、当時の僕の気持ちとしては、はい、新卒参加ということで社会人経験がない、何も能力を有してないみたいな印象を持たれがちなんですが、これは僕の持論なんですけども、例えば日本で社会人経験が10年あれば、例えばパソコン周りの処理の速さとかコミュニケーションっていうのはきっとその新卒参加の人よりかはるかに優れてると思うんですけど、それをこうアフリカに持ち込んだ時にどれぐらいの柔軟性を持たせられるかっていうのは僕は話は別だと思っていたので、面接の時にそれも聞かれたんですよね。新卒参加だけど大丈夫、不安はないみたいなことを聞かれたんですけど、まあ、そこはこう旅の中で補った人間同士の言葉が通じない人たちのコミュニケーションっていうことは自信をつけて臨んだので特に不安はなかったですね。でも新卒参加で参加されるのであれば、やっぱはっきりとした志望動機と、さっきの話じゃないですけど、それを自分の言葉で、自分の感情が乗った分かりやすい言葉で伝えられれば落とす理由がないはずなので、それは新卒参加であっても思い切りぶつかっていってほしいかなと個人的には思います。なるほど、ありがとうございます。結論から言うと、まあ、新卒であっても、まあ、社会人経験があっても協力隊に参加するっていう時点で同じなので、自分があとはそこで何をやるかなと、まあ、経験あったとしても柔軟性なかったらその国に適応できないし、新卒で柔軟性があればそこでうまく活動もできるよっていう話ってことですね。そう思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてこれから本題なんですけども、現職今何されてるかっていうところをちょっとお聞きしてもいいですか。はい、2018年の年に独立をして独立して4年目に入ってるんですけども、自営業で写真撮影と映像制作とそういう海外で培ってきた経験を喋るっていうので講演活動、この3つを軸に仕事をしています、はい、ありがとうございます。その分野に関してでいうと、国際協力の分野っていう枠組みは変えていないっていうのは前提条件ありますか。はい、そうですね、帰国したばかりでその写真とか映像とかも独学で進めてたので、特に強いコネクションがない中だったので、はい、初めは国際協力とは接点がなかったんですけども、だんだん年数を経ていくにつれて、まあ、特に映像分野とかは国際協力関係の人たちと接点を持つことが少しずつできるようになってきています。ありがとうございます。最初はどういうふうにコミュニティというかコネクションをつなげて広げていかれたんですか。は私の場合、どれが功を奏したかって、まあ、振り返ってみると、はい、2年間ずっとなかなかな頻度で170回ぐらい更新してるんですよね、 Facebook で。なんかあのウガンダレポートみたいな名前をつけて、2年間で170回なんで週に1回か2回上げてるぐらいか、けど、まあ、それを見てくれてた実名でつながり合ってるリアルな友人がたくさん Facebook でいたので、独立してすぐ協力隊のネットワークでその人たちから依頼を受けることが本当に多くて、僕自身めちゃくちゃ助けられてます、はい、なるほど。今はなんか昔とはコンセプトがちょっと違ったりするんですか。ちょっとずつ今独立して4年目なので、はい、仕事を通じて何を伝えたいかっていう、食えればいいとかではなくて、その仕事をこなしつつも自分のポリシーとか伝えたいことをはっきりとストレートに反映できるものが欲しかったので、まあ、そういうことは次第に定まりつつあります。なるほど。自分の今持ってるポリシーって具体的にお聞きしてもいいですか。ウガンダにいる2年間を含め国内外で様々な人の写真や、まあ、映像とかを撮ってきたんですけども、喜怒哀楽を超えた人間の共通する感情っていうのをこうずっと旅の中で探してたんですね、はい、で、まあ、その答えにぶつかったのが独立した年の長旅の中でだったんですけども、人間はこう誰しも葛藤している生き物だっていうのが僕個人の考えであって、まあ、でもその葛藤してるっていうことは、ああいう暮らしがしたいとかこういうものを買いたいとか、もう日々誰もがこうなったらいいなっていう願いを持って生きてると思うんですね。で、それは明日も生きてるっていう前提で考えてるものでもあると同時に、なんかそこにこう小さな熱がないとそういう葛藤っていう感情も生まれないと思うんですね、うんうんうん、なので少なくともそれはネガティブな感情ではなくて、境界線上で揺れ動く弱々しいものかもしれないんですけど、それこそ人間らしくてどの時代にも通ずる弱さであり強さであるかなって思うので、まあ、それ人間の葛藤を写真とか映像で記録に残していきたいって思いが強くあります。面白いですね、はい、人間の葛藤は誰にでもありますからね、はい、それは国とかも関係なくありますからね、うん、これから川崎さんがしたいところもちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、今独立されていて、はい、で何を目指されてるのかっていうところもちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、仕事の軸として高校生の怪我からもう14年ぐらい経ってるんですけど、はい、とても恩を感じてるんですね。海外と接点を持ちながら心を通わせるっていう行為そのものにすごい感謝をしているので、はいはい、この分野に恩返しをしたい
という思いが強くあります。なので、うん、日本人含めいろんな人が海外で活躍してるんですけど、そういう人たちがフューチャーされることってそんな多くないので、彼らのガチとマジを映像で記録に残すお手伝いをしたいっていう意味で、うん、国際関係の機関であったり、はい、団体組織とコラボして映像を撮影はじめ、うん、そういう記録を残していきたいっていうのが、これはお仕事として、で個人的なライフワークとしては、ウガンダからもらった2年間含め今までの時間でもらったものってとても大きいので、それを何か一つ形として残したい、伝えたいという点があるので、直近で目標にしているのはウガンダでドキュメンタリー映画を撮影して、はい、それを日本で上映するっていうのを目標として頑張っています。なるほど、はい、ちなみにどんなやつを撮りたいとかってなんか想像、はい、なんかリアルを撮るっていうのにすごい惹かれてる気がするので、彼らの現状を撮りたいっていうのが一つですね。でもその貧しい暮らしの中でも彼らはキラキラしてるよねみたいな、そういうアプローチではなくて、うん、もうありのままの素を僕なりの視点で形に残せないかっていう、面白い、そういう映像をちょっと撮りたいと思ってます。なるほどですね、はい、一人で映画も作れなくはないんでしょうけども、仲間も必要だなと強く感じ始めているので、うん、はい、気になる人は連絡してください川崎さんのホームページとかも今あるんですよね。あ、はい、あります。気になる方がいれば、はい、リンクを載せておきますので、はい、ぜひ Facebook とかも連絡してください。ありがとうございます、はい、じゃあ今までは今現職でお話しされているところをお話をお伺いしたんですけれども、はい、最後にっていうところで次からはお聞きできればなと思っております。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。